グラブリーヌ原子力発電所は、フランス共和国のオール県グラブリーヌに所在する原子力発電所。施設は北海に面し、ベルギーのブルッヘから西南へ 80km、ブローニュシュルメールから北東へ 50km に位置している。発電所から半径 20km 圏内に、カレーやダンケルクが含まれている。グラブリーヌ原子力発電所は90万。 キロワット級の原子炉6機を有する世界第5位、ヨーロッパ第2位、そして西ヨーロッパ最大の原子力発電所である。2006年には3814億キロワットアワーの電力を生産し、全フランス電力生産量の8.1%を占めている。1980年にまず2機が運転開始し、続いて1981年に2機。 そして1985年に2機が運転している。正規従業員数は1680人に及ぶ。5号機と6号機の設計は、中国のダイヤワン原子力発電所と、臨港原子力発電所で採用された第二世代、原子炉である CBR-1000 の基礎となっている。1974年3月5日、ピエール・メスメル内閣は90万。 キロワット級加圧水型原子炉12基の建設計画を承認する。これに基づき、グラブリーヌには4基の建設が認められ、発電所の建設は1974年5月から始まる。1980年3月に1号機の試運転が開始される。立地条件として、冷却水の確保が容易な沿岸部でなおかつ強い、潮流が期待でき、電力の輸出を念頭に、 イギリスやドイツに近く、鉄鋼のアルセロール社やアルミニウム精錬のアルキャン社などの大企業の工場が、近傍にあり、工業用及び人口密集地の需要に応え、地震の危険性が低いと判断されたからであった。1970年代後半、当時のイラン王朝に対し導軽減しろ二機を供給する予定であったが、1979年のイラン革命により計画は頓挫し、 行き先を失った原子炉はグラブリーヌ発電所に組み込まれる。1985年8月に6号機が送電網に接続し、ここに至り、グラブリーヌ原子力発電所は西ヨーロッパ最大規模となる。2010年9月8日には6機の累計1兆キロワットアワーの電力を生産している。発電所の排熱を含む冷却水は地元コミューンで行われている。 ヨーロピアンシーバスやヨーロッパヘダイの養殖業に活用されている。2011年3月の福島第一原子力発電所事故後、西欧原子力規制社会にはヨーロッパ及びフランスにある原子力発電所の地震と津波に対する耐久性について研究する必要があるとされ、ストレステストの必要性が求められた。核原子炉の特性は以下の通り。ありがとうございます。